ばんは。こんばんは、ドラコロッカ君です。そしてマスターブレーダー堀川だ。ベイベー今、はい、ベイブレード界を賑わせてるバトルが僕やりたくてやりたくてしょうがなかったんですよ。それ343のことですか。そうです、343ということで、ね、僕手に入っちゃったんですよ。こちらじゃじゃーん、来ましたね、バトルブースターセット。これもう構築済み、5回って2個見てる。343バトル用構築済みデッキ。そうなんで、もうもはや強い。そうなんですよね。で、今日これを手に入れたんで、これを元に改造してこちらバトルしたいなって思ってるんですよ。そして俺もまさにこのね、え、これで、これでデッキ作ってきたんで。おお。で、カー君とバトル、343バトルやりたかった。いきましょう、343バトル、バトルスタート。負けるぜ、勝つ。はい、じゃあバトル始めていきましょうよ。行こうぜ行こうぜ。ってことでじゃあ最初のメイン、はい、じゃあカーブいっちゃう。じゃあ僕からいきますよ。何僕の1個目のメインはこれだー、キラーデスサイザーキューティーです。トランス。そしてこれね、なるほど、急にするかアタックにするか、アタックするかをね、なるほどね、見てもらえればと思います。いやー、ね、やらしい改造してきた。しかもあのクエイクがレアパーツだから、あ、そう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 、これ、ね、ランブルに入ってるレアパーツがなんとこれ入ってるっていう、おい、非常に人気の高いディスクなんだけど、それにこちらで挑みたいと思います。ね、そして私、ブシッ、音音鳴る、マックスマンガー、でかいー、でかすぎるの 4AT ディフェンスタイル、かっこいい。もうアトミックドライバーでくるくる回って、相手の攻撃をもう逃がす、受け流すっていう持久ディフェンス系改造。はいはいはい、でも負けませんからね、僕も。いやー、もう来ましたよ、これは。じゃあ、行きますか、1戦目。いや、行こう、行きますよ。 3、2、1、ガーシュンだ。いや、最初だった。よしよし、最初ね、もうアトミックドライバー動いて当たれ、やばい、しかも持久タイプで選択してきた、やべ、どうなるどうなる、いけいけ、ちょっと耐えろ耐えろ耐えろ、いける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 、バーン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 、気持ちいい、耐えきれなかった。マスターブレーダー気持ちいいよ、これリードリードリードです。まだまだいけるよね、一気にリードしてきたな、これ。よしよしよし、じゃあ2つ目の腕いきたいと思います。はい、2-0 2-0ですよ。来た来た来た、ごめん、も紹介したいいっすか。お願いします。いっちゃいますよ、僕の2個目のメインはこちらだー。わー、ブロックジニュース HR で、なるほど、見てください、これ振動でもウィットね、上に上がって相手の攻撃で全部もう寄せつけないから、これツルツルした面で受けるから、しかもこれ見て、リボルブドライバーだ、今人気のね、持久タイプの、ただ人気の高い、強そうでしょ、バランスのいい持久のね、チップを使ってるといい改造だ。ブッシュ、これだ、何すか、ドレインファムイル、おぉ、5GFL、 おぉ、かっこいい、フロアがついてる持久タイプ、これでもう吸収しまくって、うん、最終的にはもうスピードフィッシュないし、低速バーストすら考えられる。お互いにこれはね、これもすごい長い戦いになりそうですね、これ。いきましょう、 3-2-1 ゴーシュート、いけ、さあいけ、おっと、これよ、これよ、これよ、僕はガーディアンケルベース4LPM。 これは金属のね、こうメタルボールですよね、メタルボールが3つも付いてますからね、しかもね、切り回転するんですよ、そう、すげえ持久力がある、かつもう新型のガーディアンケルベースでこのダンパーで相手の攻撃をいなし続ける、これで絶対勝利をつかみます。そしてこの俺は、はい、皆さんお待たせしました、バキッてやるな、こちらギャラクシーゼウス 6VGR、 かっこいい、ギャラクシーゼウスですよ皆さん。そしてなんと中央にメタルゴッドチップ、
あ、つけちゃったんすか、それも。これでもう重量上がって、わお、かっこいいじゃないですか。重いし、もうこのメタルボード、ゼウスのメタルボードをより生かす改造、完全なね、こうディフェンス改造ですね。でも僕も負けませんからね。いや、これもう勝ったんじゃないかな。じゃあ、戦目、回していきましょう。いきましょう。じゃあ、いきます。 3、2、1、ゴーシュバー、いけ。あー、プラネットダイバー暴れてる。激しい戦いですよ。これ中央で、おいー、ガッガッガッ、一撃必殺クー。いやー、やっぱりマスターブレーダーは強いなー。 3-on-3 マジで面白いですわ、これね。やっぱいい、めっちゃいいでしょ。だって今プロ使ったけど、もうマジで強い改造できる、ね、これ手に入れて組み合わせて戦うだけで超盛り上がるから。今から始める子でももう全然勝てちゃう。これね、光るごとちょっと最後威力、はいはい、あ、これね、重みがあって、これってどうしたら手に入る。これはね、メタルゴッドチップ、はい、単品であります。 あるんですね。これを買ってもう全部このゴッドチップつければ一気に重くなって、あ、絶対手に入れよう。これもね、おすすめなんで、ぜひね、これ皆さん使ってください。おい、この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録をよろしくね。